しょ。おい。サイズ出ないね、やっぱり。うい、元気元気。やばいやばい。あ、でもいいかも。いいサイズっぽいぞ。あー、安定の分析ダリで。やった。もうなかなか昨日の釣れたよりはサイズがいいけど、まだまだこんなんじゃ満足してられないですね。まだまだ困るで。まあでも一本目するかな。嫌がるね。
やった。やったー。初ミドストフィッシュ。スピニングの。あ、そんなことないか。こういうちっちゃいミドストで釣ったの初めてだ。ミドストで釣れたっていうのがめちゃくちゃ嬉しい。入れてた。イエーイ。いいとこかかってる。やったこれがマッチダベートってやつか。泡の下にいた。泡の下でテーペンでちょん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 ってきたら、ちょっとサイズいいな。ちょっとサイズがいい。ちょっと待って。よいしょ。フリーリーグロングアームの、もうズルズルズルって一気に効いてたいい感じに、コン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 スーッて入って昔だったことでした。あ、食ってる。お、サイズいいんじゃない。ちょっと木が怖い。外に。おお、でかいでかいで。測りましょう。50はないか。50ないか。
47でした。バイ。元気な証拠だ。はい、デイツ終了しました。お疲れ様でした。まあ、今日はね天気も良かったんで、まあ、魚浮いてるかなと思ってミドストを投げたら、まあそれで釣れたりとか、あとは結構フリーリグで、数がね釣れたんですけど、まあなかなかちょっとサイズアップにはつながらなかったかなというところなので、まあ明日一日またあるんで明日も頑張りたいと思います。とりあえずお疲れ様でした。おはようございます、いちきです。池原最終日、山ごもり最終日ということで、今日はカメラマンがいないので、単独聴講となります。まあ、昨日一昨日結構まあ数は釣れたけど、まあ、サイズはなかなか出づらかったんで、まあ、今日はねちょっと展開を変えていかなきゃいけないなとも思ってはいるんですけど、まあ、とにかくガチ録できてるんで、でかいバス狙ってひたすらキープキャストで頑張っていこうと思います。行ってきます。さあ、白川から上がっていこうと思います。なんかね結構水が2日間で水が良くなっている気がします。水温もすごく今上昇してて、この3日間の中では一番いいんじゃないかなと思ってはいるんですが、まあまあそれはやってみるとわからないですね。このまま違う展開とは言ったんですが、まあ一本釣りたいんで精神安定剤リリク。水減ってんな、やっぱりなんかちょっと減った気がする。まあこの多分フリーリグの釣りはサイズはね出ても50が限界な気がするな。なので昨日やってない釣り、昨日おとといやってない、まあ言ったら普通の巻きの釣り、スピナーベイトとかチャーターなんかね、ああ水減ったね。昨日あの枝出てなかったもんな。なんかちょっと雨降った。何度 18.3、 あんまり変わってないか、水温自体は昨日の午後と。ここはこれはバラミングポイントじゃないですか。
本の入ってすぐのインレット、バラムで釣りたいな。てか誰もいないな、貸し切りじゃん。インレットだけど全然水温は19度ぐらいあるから全然あると思うけどね。出ないか。ぽっ。おお、でかい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 。でかっ。下からふわーって見に来た。いや、やばい。でかかった、今の。横からふわーって見に来た。いたわ。
さっきよりもグッドサイズ。さっきよりもサイズいいぞ。よいしょ。池原のバスって。おお。おお。やばいやばい。おお。やった。これはグッドサイズなんじゃない？ミドストレー、やったー。グッサイ。よいしょ。ラストエースのミドスト。はい。サムネだなこれ。イエーイ。楽しい釣りだこれ。あ、でもこのサイズが釣れるなら続ける価値ありそうですね。よいしょ。はい、ということで、3日目山ごもり最終日終了いたしました。最高が43かな今日は。まあ、ほとんどがミドスト、そのアユボールについてる魚をミドストに狙っていくって。あとはバラムとかビッグベイト投げたんだけど、ついてくるだけでなかなか食うテンションではなかったのかなと思います。まあ、今日一日数は釣れたけど、今日もサイズアップにはつながらなかったんで、まあ、実はまた来月あの60企画、ガチ6企画で来るんで、また頑張りたいと思います。ということで池原ありがとうございました。はい、じゃあのー。